やってまいりましょう。手持ちのつむすべて紹介し終わるまで終われません。続きましてはトイストよりグーレックスです。レックスもね、非常に個人的には削除っていうか消すつむが多いので、まあお気に入りっちゃお気に入りですね。何回かね、なんか緑色のつむを使ったミッション系のやつで使ったことがあるんですけど、まあ僕個人は好きなんですけど、ただね、彼ね、とある難点抱えてるんですよね。今ちょっとバブブーンって、はい、まあちょっとお見せすることはできなかったんですけど、ボムも潰しちゃうんですよ、一緒に。ね、周りにつむがなかったらね、ボム使っても仕方ない。で、あともう一つは、その、3、4箇所消して、まあ、まとめてその28個とか今消した風に見せてるんだけど、残念ながらね、コインがたまらないんだよね。今見たらコイン全然たまってないでしょ。どんどんどん。222コインから、ああ、ちょっとたまったか。でもね、本当に、なんか本来ながら 100何コインね、20何個も消したらたまるはずなんだけど、全然消えてくれないっていうところなんで、まあ、残念ながら、コイン、というか、まあ、消去積む数的にはなかなか稼ぎやすい積むんじゃないかなと思うんだけど、コインを稼ぐにはちょっと力が全然足りないっていうところですね。はい。よいしょ、よいしょ。ということで、もう一回、ドドドン。そう、一気にね、こうフィーバー数を稼ぐとかだったらね、使えるんだけどね。まあ、ちょっと、コイン稼ぎにはね、こんだけだって消して、ポイントもね、6万点ってみたいな感じだし、よいしょ、6万点てわらみたいな感じになってるし、しかも何だったっけ、コインも全然稼がねえしっていうね。まあ確かにフィーバーを稼ぐんだったらいいかもしれないけどね。まあちょっと、あ、足りる、ドドドン、はい、まあ8万点、わー、200万もいかないのか、あんだけ消しててね、うん、ギリギリってところですね。はい、まあレックス可愛いキャラじゃないですか。おどおどしたティラノサウルスちゃんって感じでしたよね。はい、ということでまた次回お会いしましょう。バイなら。